はい、本日10月の19日なんですけども、今回マリナとサオリンに壮大なドッキリを仕掛けたいと思います。題して地上波の CM とドラマが決まったドッキリ。わざわざこの渋谷の大きなオフィスを借りて、いろんな大人の人たちに手伝ってもらってドッキリを仕掛けたいと思います。実際に撮影もしてガチで信じ込ませようと思います。今マリナとサオリンちょっと来てないんですけど、今から呼び込んで、始めていきたいと思います。CM が決まったから、そのドラマの枠も取れた。でも1話完結のドラマだよっていうことに。20分ぐらいの、no、 はい、深夜帯まあ深夜帯だったらこの木ドラ25、はいはい、でも1話完結だったら意味わかんないですか。あ、まあでもクールとクールの間に、クールとクールの間に差し込めるみたいな。あ、いいかもしれない。本当に常識わかんないんですよ。もう何言ってるかわかんないぐらいの感じで普通に打ち合わせって言ったらいいってことですよね。珍しい、浮かれてるね。カフェなんでしょうね。え、すごい浮かれてるね。あれ嘘、今気づいた。逆に浮かれてる。今気づいた。行きましょうか。何だと思いますか。いや、普及に発表あるってなんか言ってたじゃん。わかんない、正直わかんない、いろいろあるよ、ね、うん、なるほど。なんですか。一旦じゃあ行きましょうか。すごい、てかまずすごい会社に呼ばれてよく行ったら分からん。じゃあ私につ ついてきてください。はい、はい、お疲れ様です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞお帰りください。怖いです。椅子ありますね。はい、じゃあ、ね、何だと思います。いや、すごい大人の方がいっぱいいる。ですね、地上波の CM が決まりました。嘘よ、嘘でしょ。嘘よ。え、そこですか。え、嘘よ。本当、本当それと加えてドラマの主演も決まりました。え、どういうこと、どういうこと。主演、主演、え、主演って何ですか。めっちゃ見る。詳しくはもう詳しくお願いします。はい、そうですね、はい、お願いします。え、あ、今年の夏に、発売させていただいたまつげ美容液で、店頭にも、ロフトに先行発売させていただいている商品 でこれのプロモーションになります。ちょっと V コンテもできていて、事実ブラシタイプのまつげケアだと衛生面の不安はつきもの。だから私たちはスカイキリガトの絵が怖い。まつげ美容液、驚くほどバッサバサガチャ。ガチャで、ちょっと年内の放送がもう枠が決まっているん で撮影ちょっとバタバタしていただかないといけないっていう感じなんですけど、ちょっとドラマの経緯とかもあると思うんで。え、あれ演技するってこと。そうですよね、はい、それの幸せはこの後に。あ、今は CM。 そうですね、僕らがっつりは CM の、はい、今のコンテとかの話させてもらって。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、じゃあもうこちらにもらってもらって、はい、僕らあっちに。はい、すいません、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと台本だけ先に、はいはい、で今回僕らがチームアウトという制作チームを組んでまして、普段だと YouTube をメインにドラマだったり映画の撮影をしてます。これ演技できるんですか、これ素人が。まずそもそもの話、まあ、そうですね、正直でも、はい、そのまあ木ドラで、まあ、25時、まあ、深夜なんで、まあ、うまいに越したことはないんですけど、まあ、なんか役に入ってもらえたらすごく嬉しいんですけど。舞台が始まるから、撮影日があれなんですよね。そうなんですよ。めっちゃキンキンで。舞台入っちゃってて、撮影日は。あ、もう伝え、一応抑えてはいるんですけど、はい、それがドラマの撮影とは言ってないです。24、25みたいな。24、25でしたね。25、27。え、待って、覚える。来週ですね。え、来週ですよね。こうやって覚え、どうやって覚え方のコツ、公園歩きながら読むみたいな。歩きながらよく言いますよね、歩きながら。うわぁ、でも1週間、マジで寝れば。そうなんですよ、本当に申し訳ないです。いや、全然、それは。すいません、すいません。
ありがとうございます。初演技すごくない？なんかちょい役とかじゃなくてさ、メインなんだよ本当に頑張ります。いや、ありがとうございます。いや、僕たちも本当に頑張るんです。はい、すみません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。え、マジで大丈夫かな。いや、え、マジで不安なんだけど、結構いや、うちめっちゃ不安だよ。え、てか、あの、覚えられる。うち、セリフマジでさ、覚えるのに。え、しかも、違うなんだけど、うち、演技、唯一苦手できる。え、唯一の手が、苦手よ。てか、うち、もう明日からの予定、全部、ご飯にしたとか、全部キャンセルしないと。あと、何日ですか、本番まで。4日。え、そんな、あれなんですか。昨日言われた、4日。それで、まだ台本。え、そうだよ。うん。昨日撮ったもん。やっぱ結構やばくないの。今日撮影だったでしょ、うん、今日も昼から撮影だったでしょ、うん、で今まだもう一本撮影あるでしょ、うん、夜時間ないよね。うん、うん、あと寝る時間もあるから。うん、そう、そう、寝る時間惜しめよ。あと私ドラマ見ながらさ研究してるから、昨日韓国ドラマ見ちゃったね。いや、韓国ドラマ見ながら見てるでしょ。韓国ドラマ見て感情っていうものは目線とか結構、うちも家帰って一回とりあえず一本 AV 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 打ち上げ AV 見たんですよ。打ち上げ AV 見てる。この歌もちょっと苦手かもしれない、あのリズムわかんない。でここだけでいいんだって、やっぱ。なんでも。こんな大失踪のシーン。え、ワンシーンワンシーンだよ。これ、ね、一番最初の、うちの始まりの、一番最初の。うん。やんないでしょ、それ。そんなことまでやんない。一番最初なんよ、これ。無理だね。ドラマですか？うん。声が腹出し。日に日に声がかすれてくるけど、なんだよ、開いてるけど全然覚えられないから。なんか自分の言いやすいように変えろみたいな、うんうんうん、っていう風にちょっと、うん、ほら振り仮名を振って、うん、ちょっと変えようかなみたいなことをやったんですけど、うん、全然入ってこない。全然入ってこないのよ。え、でもドッキリなんですよね、これ。なんかいろいろ可能性を広げたくて、もともとマリナとサオリの役が、ハマリ役だったのよ。ああ。マリナがメンヘラ。はい、はい。サオリが、まあ、ちょっとキャリアウーマン風。うん、まあ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 、イメージ。逆にしてくださいっすよ。え、あ、それで逆になったんですか？そうそうそう。え、じゃあ、マリナさんがキャリアウーマンですか？キャリアウーマン。仕事できる。そうそうそう。自分にできない真逆の役を果たしてできるのかが見たかった。確かに。髪も染めてましたしね、マリナさんは。そこまでするんだと思いましたもん。あ、しなくていいって言われてたのよ。でも、キャリアウーマンの役なんで、つって染めに行ってて。うん、すげえ。今日も13ページある台本を、1週間以内で覚える。はいはい、大変じゃないですか。その間に撮影も、そう、入ってるし。いや、忙しかったですよね、結構。ど素人が13ページの台本を全部頭に畳み込むって、多分結構な集中力と、ね、あれが必要だと思うよ。やばい。全部見てる。全部見てる。やばい。だって見ないで。見ないで。いや、ここね、マジで入ってない。本心を、本心を言って、長いね。うん、本心を言ってだけよ。え、どれぐらいあんの？なんで石が言ってんの？え？どれぐらい、こっからここも全部言うの？そう。うわ、入ってない。まずいね。まずいね。うーん、まで行かないと。ぼーっとしてるやとか。ちょっとコーヒー飲んでしたし。全然大丈夫です。ちょっと一回5分休憩しましょう。あのあれです、あの全然あるあるなんで大丈夫です。待って、やばい、マジで入んない。もう一回やってみます。何回もやればいける。うん、え、ゆうこそなんで、まあ隠してるが出てこないんだよ。どうもこんにちは。監督の、今回は金田さんです。はじめまして。よろしくお願いします。なんか大丈夫なんです。はい、わかりました。あとポーズとか言い方は現場でポーズを言っていきますので。はい、ケイシー4日目、あ、5日目、4日目。ちょっと、うん、あんま信じてなかったんですけど。どういうこと？なんで？なんか仕掛けてるんじゃないかって思ってたんだけど、うん、来て、うん、あ、本当だって思った。あれするの罠じゃないかなって思ったの。うんうん。めちゃくちゃ言いにくくなった。ちょっと疑ってたし。お願いします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 。行きましょう。はい、じゃあ回しますね。はい、行きます。本番。本番。よい。
ファイトです。あいつらはあと少しで今ムービー確認しまして、はい、ムービーの撮影は、以上となりますので、はい、ありがとうございました。ムービー撮影終了です。お疲れ様でございました。こんなにたくさんの大人の方がいる現場が3つぐらいの部分でめちゃくちゃ緊張しました。アリシャンドですか。まさかこんなね盛大なドッキリに協力していただけるなんて思ってもかなかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ドッキリでございます。そうですよね。はい。嘘、はい、です。だってこんな大人の方が協力してくれてCM って何が最初あった演技ドラマは放送されませんえ違うあれドラマは放送されません。待って、え待って、それは CM は CM は CM 本当です。というわけでドッキリだけど本当という視聴者の皆様を巻き込んだ盛大な企画でした。では地上波で実際に流れる CM をご覧ください。夏毛ケアって衛生面がちょっと心配。大丈夫、これからは新登場の使い切り型まつ毛美容液。これマジまつ毛革命じゃね。使い切り型まつ毛美容液バレリー。バレリバレリバレリ。だから CM なんかいつでこれあれでしたっけ。 CM は12月の、はいはい、24日から31日まで。 CM は本当ですか、はいはい、本当に全国で CM はだから CM なんですか。大人は巻き込みすぎだろ。撮影お疲れ様でした。地上波の初の CM 撮影ですね。うんうんで今回もめちゃくちゃお世話になったこのバレリーさんの商品のちょっと説明をさせてください、はい、でまつげ美容液なんですけど、これ使い捨てタイプのまつげ美容液なんですよ、うん、ちょっと開けましょうか、はい、これもう私半年前からゲットして使ってるんですけど、めちゃくちゃいい。しっかりそうでこれパリって開けてこれ直接こう塗るんですけど、めちゃくちゃ衛生的にもいいし、めっちゃ美容液含まれてるからね。こうやるとすごい絞れるぐらい、絞れるぐらい入ってるんで、本当になんかカスカスの綿棒とかじゃないんで、めちゃくちゃいいですね。なんか張りとか腰与えられる育毛剤に使われる成分とかが入ってる。あとノーベル賞のなんかの なんとかかんとかっていう、ね、いいなんちゃなんちゃなんかすごい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 し、日本初上陸してるんで、あるようでなかった商品みたいな、この形がね、この使い切りタイプみたいのがなかったんですって。だからなんか本当にうちまつげサロンやってるけど、衛生面ってマジ大事だから、目元って粘膜で本当にデリケートな部分だから、これはすごくいいと思います。持ち運びも便利だし、使い切りタイプなので、で使い方が基本的にうちはお風呂上がりとかに綺麗な状態で塗ってるんだけど、この目元のライン、この本当ギリギリ生え際のところをなぞるように塗ってください。で皆さん、ぜひバレリーさんのまつげ美容液ゲットしてみてください。で、あ、ちなみにそのだから木曜のテレ東の枠ないです。で、どこ名前も うちらのチャンネル時間じゃないよ。それぐらい真剣にやってほしかった。それにするこっちにしたらね、1週間しかないとかですね。だからその中でどんぐらいできるかどんぐらいできるかっていうの、どうだった。だからずっとその映像撮ったわけよ、こう2人が頑張ってるやつを。うち今日言えなくて、どうしてぶち切れたやつだ。おいおいみんな、そしたら大丈夫でも CM は本当だよって言ってでも CM は本当だよ。裏だった。裏をちゃんとでも全部がドッキリって悲しいじゃん。だから CM は本当にしようっていう。あ、まあ分かんないよ、放送されるまで。確かに鬼か。恋愛経験のないインテリ女子草野ほのか、付き合う男はダメおばかりのぶりっ子女子 C のゆい、真逆な性格をした幼馴染同士にはある秘密が。その二人の秘密とは。あーもう、彼氏がいるというと。たっくん大好きだよ。そして二人には同じ悩みが。
その悩みを確かめるべく手に取った一枚のチラシが波乱を呼ぶことに。占い師さんの言う通り、明日12月24日公開。